セレベストを目などにて撮影された100、式司令部偵察機の緑十字機緑十字飛行とは、太平洋戦争の終戦連絡事務処理のため、1945年8月19日から、同年10月10日まで、日本機で持って行われていた行為の故障。また、本航空運航に使用された機体は緑十字機と、称される。 F6 階に護衛される、機上作業練習機、白木区の緑十字機1945年8月15日の、ポツダム宣言受諾により、後の連合国軍、最高司令官総司令部最高司令官となる、ダグラス・マッカーサーは、8月16日に、日本の大本営に対し、日本政府、大本営の代表施設団のアメリカ領マニラへの、派遣を要請した。 混乱を避けるため、マッカーサーは、代表施設団の使用機材、外装、通信波長に至るまで細かく指定し、機体の塗装に関しては、全面を白色に塗り、胴体の中央部に大きな緑十字を描けとした。緑十字飛行、緑十字機という名称はこれに由来する。この飛行は8月19日日本土と家島の家島、飛行場間であり、 イエトウからマニラまではアメリカ軍機で移動した。当時は厚木航空隊事件が発生し、抗戦派からの妨害が予想されたため、緑十字機には米軍機が護衛として随伴したが、最後まで緑十字機への攻撃はなかった。この輸送指揮官として佐藤守の義理の父である寺井義森海軍中佐が任命されている。 ティモール島の飛行場で故障したため放置された97式重爆撃機の緑十字機連合軍の日本、上陸後、日本による飛行は禁止されていたが、日本政府の要請により、終戦処理連絡飛行が GHQ の許可により実施されることになった。許可されたのは次の機材、路線である。この緑十字飛行は、1945年10月10日の、 GHQ による航空機の全面飛行禁止の指令が出されて運航を終了し、1951年に日本航空による民間飛行が開始されるまで日本の航空機関は解無となった。多くの緑十字機は役目を得ると飛行場に放置され、後に解体された。廃線直後、参謀次長、川辺虎四郎中将を筆頭とする。 幸福全県団はフィリピンにて、連合軍と会談し最高指揮官マッカーサーによる幸福要求文書を受領。連合軍の新中詳細や、全軍武装会場中央に伝達するため、8月20日、家島から専用の緑十字機にて東京へ飛行中であった。しかし途中で燃料が切れ、20日深夜に、現在の遠州な灘の天竜川川口に、不時着水した。 全県団に怪我人はなく幸福要求文書も近隣の住民の助けを得てすべて回収し、一行は手配されたトラックで浜松陸軍飛行場へ移動。大替機として同地にあった四式銃爆撃機、飛竜を急遽使用することとなり、翌21日朝に出発した後、調布陸軍飛行場に無事到着している。この一行には寺井も随行していた。 事故機は放置されていたが、部品は持ち去られた上、台風の影響で流されて水没し行方不明となっていた。その後2006年に尾翼の一部が海岸で見つかり、2011年に燃料タンクの一部が発見された。残骸は岩田市が保管している。ありがとうございます。